ああ今屋久島大雨だけどなこれから大阪の悪口言わせてもらうわ大阪の皆さんごめんちゃいまず吉本芸人ばっかりじゃないかテレビは本当にあいつらなんかすごい才能だけどさもうちょっとなんかその。 東京の芸人にもなんか、活躍の場を与えてくれよ、なんか、なんか東京のテレビつけてるのに、なんか吉本の芸人ばっかりで、大阪の人ばっかりだ困っちゃうわ、あと、新喜劇面白いよもん、も本当に、なんとかしてくれよ、本当に、池のメタカ師匠とか、チャーリー・ハマ師匠、大好きなんだから、もうなんとかしてほしいと思うんだよね、あと、一番の観光名所がグリコの看板って、どういうことだって、本当に、もうちょっとなんとかならんのか、まあグリコおいしいからいいけどな。あと 通天閣、東京スカイツリーとか東京タワーに比べたら低いわ、あんな低さでいいと思ってんのか、だけど、まあ、味わいがあるから、まあ、羨ましいけどな、あと、新大阪と梅田離れてるのは、これどうなんで、ね、だから、本当はだから、新大阪、えー、じゃなくて、大阪駅に新幹線が来たほうが便利だったろう、まあ、だけど、おかげでな、梅田の周りが綺麗になってるからいいけどな、あとなんか、大阪の番組、僕も何回か出させてもらったことあるけど、全部しゃべくりでな。 で VTR とか使わない東京のテレビ局だとなんか不安になっちゃって V を応しとくんだけど V なしでしゃべくりだけで30分間視聴者もついていくってどういうことだそれすごい高度なあの話術の文化持ってやがるなあったくあと構成作家が台本をあちゃんと作ってんのにそれ全く無視して収録するってどういうことだ 一度の屋敷高仁さんの番組呼ばれたらもうなんか構成さささ作家が書いた台本めっちゃいいのがあってわこの通り行くのかなと思ったら隆仁さんがスラッと入ってきて座った瞬間に収録始まって全く違ったトークになったけどすごすぎるわ。 でも、そうやって構成作家も鍛えられるだろうし、なんか、それでなんかトークができちゃうってのも、大阪どこまですごいんだろうって、ふざけんな、本当に。あと、たこ焼きが各家庭にあるって、どういうことなんだの、そんなの日本日本じゃない東京で聞いたことないぞ。便利でいいやな、最近、なんかたこ焼きで、あのー、なんだっけ、オリーブオイルで、こうやって、ずーっとなんか、いろんなもの、調理もできるみたいだしな。 あと、なんか大阪の人には、東京にはこんなもんがないって言われたけど、いや、東京にもちゃんともんじゃだけじゃなくて、お好み焼きもあるぞって言ったら、いや、それが美味しくないって言って、なあのなんか東京もはじゃあ,あ、英語で言うと L と R の区別がつかない人間なのか、美味しいと思ってたんだよ、今まで、もういい加減にしてくれよ、あと、なんか大阪行くと安くて美味しいものばっかりで、うやましいわ、あの時に東京は安い けどそんなに大阪のものではおいしくないものかおいしいんだけど高いものしかないってよく大阪の人に言われるけどほっといてほしいな <coughs>。あと全く東京もなんか、えー、混乱させる策法として串揚げと串カツの区別がわ、まあ、ややこしいわどっちが高級なんだっけ串カツまあいいやなんか串揚げと串カツの、えー、区別教えてくれよあと二度漬け禁止ってのもよく分かんないしなあと大阪でよく分かんないなカレーうどんに何で七味唐辛子入れるんだよ 僕も入れてみたたけど美味しかったわだったら東京もやった方がいいよだとあと本当になんか「あめちゃんどうっていうおばちゃんがいたからびっくりしたよあれは都市伝説かと思ったら本当にいるどこまで大阪の人親切なんだよって言あとなんだえー暖かくていい街だな大阪はだからうらやましいわ東京だと下町の方しかそういうあったかくていい街残ってないわだからもっと東京と仲良くしてほしいわけだ、ね、よ 東京大学してほしいんで、そのためにはあの、な、大阪のいいものをな、ちょっと吉本芸人ばっかりの東京のテレビはどうかと思うけど、早く仲良くしたいから、リニアのが通って、東京と大阪もっと短くあの時間で移動できるようにしてほしいわ、でもそうすると今、静岡の知事がさんが反対してるから、静岡、なんとかしろ。 っていう風に静岡に飛び火するのはな東京と大阪の争いなのに静岡に飛び火するっていうのは今の国際情勢を見てるとそういうことが起こるとまずいからえやめとくわ。ということで大阪なんか羨ましいわいい街じゃないか文句言おうと思ったのになまあじゃあ今日は今日はこれぐらいにしといてやるわ池田めなか師匠素晴らしいです。ていうか大阪結局褒めたじゃないかいいか減にしろ大阪はもう吉本の芸人東京のテレビ多すぎるわ。 チャンネル登録お願いします。脳の共有チャンネル登録ね。ああ今日のねヤクシマワードまあちょっと天気悪いな。まあしょうがない昨日晴れたからね。